こんにちは、北海道ゴルファーのアゼリアルです。ついに今シーズンのメジャー最終戦全英オープンが今週14日より開幕します。今年の全英オープンは第150回と記念すべきメモリアル大会です。150周年の記念式典やらチャンピオンズディナーが開催されたようですね。そこにグレッグ・ノーマンの名はなく、 R&A が意図的に招待していなかったことが判明。 R&A もお怒りの様子です。前年度の優勝者はコリン・モリカワでした。今年の全英オープンはセントアンドリュースオールドコースで開催されます。スコットランドにあるコースで、某テレビゲームではこのコースがモデルとなっているであろうコースがあります。全英オープンは以下のコースの持ち回りで開催されています。ここもね、他のメジャー大会とは少し違うところです。過去には他のコースもいくつかありましたが、諸事情があったため持ち回りから外されたコースもあります。今週の出場者一覧がこちら。156人のフルフィールドで、日本からは松山英樹、今平周吾、比嘉一貴、金谷拓実、桂川優斗、中島啓太の6名が出場予定です。松山選手は先週のスコティッシュオープンで久しぶりの予選落ち。ヨーロッパの試合はあまり得意ではないような、ね、感じですね。他の大会に比べると全英は割と予選落ちしていることも多いです。私事ですが、先日ですね、アビラゴルフクラブというところにラウンドに行きました。すごくいいコースで、芝の状態もねいい感じでした。一押しポイントが練習場で、なんとですね、珍しく芝から打って練習できます。なんかプロっぽくてね、本当にこんなにねいいところで練習していいのかなーって思いながらやってました。そして突然このコースを紹介した理由は、なんとですね、実は6月末にここに松山選手が来ていたそうなんです。フロントの横に写真があって、そこのコースの社長さんとですかね、一緒に撮られたものが飾ってありました。フロントの方に聞いたところ、写真を載せるのは NG と言われたんですけど、 Facebook の方を紹介されました。詳細ページにアビラゴルフクラブさんの Facebook の URL を貼っておきましたので、興味がある方は見てみてください。まさかね、北海道に来ているとは思いもしませんでした。なんて言えばいいんですかね、そこまで高級コースではないんですよ。松山選手クラスだともっとお高めのコースに行くと思ってましたが、逆に目立っちゃうのかもしれませんね。でもこのアビラゴルフクラブは本当にいいコースなので、ぜひ機会があればチェックしてみてください。札幌からだと場所にもよりますが、だいたい1時間くらいだと思います。千歳の方に、まあ、ちょっと北海道の地理がない方はちょっとイメージしづらいと思うんですけど、札幌のまあ横のね町に千歳ってあるんですけど、そっちの方に近いところです。だいぶ長回ししちゃいましたが、今回はタイガー・ウッズも出場。全米オープンを飛ばし満を持して出てきました。日曜日はですね、ジャスティン・トーマスらとセントアンドルースで練習ラウンドも行ったそう。トーマスはね、スコティッシュオープンで予選落ちしてこっちに来たんですね。こっちで練習したかったんじゃないのかとね思ってしまいます。とにかくね、タイガーが出場するだけで超楽しみです。さて、メジャー大会恒例の本気予想を行いたいと思いますが、その前にですね、これまでのメジャー3大会をですね、ざっくり振り返ってみます。まずマスターズですが、優勝はスコッティ・シェフラー。最近も好調をキープしていますが、3月4月の勢いは凄まじく、あれよあれよとメジャータイトルも手にしました。この時の私の予想はこちら。キャメロン・スミスがトップ10、スコッティ・シェフラーが優勝。自分で言うとこなんですけど、見事シェフラーが優勝、キャメロン・スミスも優勝争いに絡んできました。そして5月に行われた全米プロはジャスティン・トーマスが大逆転優勝。トーマスはこれで全米プロだけで2勝目を挙げました。若手 VS トーマスというね構図が面白かったですよね。その時の私の予想がこちら。キャメロン・ヤングとウィル・ザラトリスがトップ10に入りました。この時もウィル・ザラトリスが優勝争いに絡みましたが、わずか一歩届かず。キャメロン・ヤングも3位タイと、私の予想もそこそこの結果でした。そして6月の全米オープンではマシュー・フィッツパトリックが優勝。最終18番ホールのバンカーショットは名シーンの一つとして残りましたね。フィッツパトリックは PGA 初優勝がメジャーとなりました。この時の私の予想がこちら。マキロイ選手と松山選手がトップ10に入りましたが、他はね、ちょっとダメでしたね。合計してみると15人中5人がトップ10、優勝が1人と、まあまあね、悪くない気がします。
それでは今年最後の本命予想です。いつものように5人選出しましたので、皆さんもぜひ予想してコメントしてみてください。まず1人目はサム・バーンズ。現在世界ランク11位、フェデックスカップランキング2位のアメリカ出身選手です。現在 PGA ツアーを引っ張るのは2つの世代じゃないかなと思います。1つはジャスティン・トーマス、ジョーダン・スピース、そして先日前哨戦のスコティッシュオープンを優勝したザンダー・シャウフェレら93年生まれの世代。そしてもう一つが現在世界ランク1位のスコッティ・シェフラーやウィル・ザラトリス、そしてこのサム・バーンズら96年生まれの世代です。サム・バーンズは今季3勝も挙げており、今年一気にブレイク、あとはメジャーだけという感じになりました。今季の活躍はスタッツにも現れており、ショット力を示すストロークゲインドアプローチザグリーンと、パット力を示すストロークゲインドパッティングで好成績を収めています。ドライビングディスタンスも 307.2 ヤードで38位と飛距離も申し分なし。ヨーロッパでの試合のデータが少ないので未知数な部分もありますが、まずは実力的に彼を選出しました。2人目はマシュー・フィッツパトリック。現在世界ランク10位、 FedEx カップランキング11位のイングランド出身の選手です。先月の全米オープンで初のメジャータイトルを獲得しました。今年の全米オープンはザ・カントリークラブで行われたんですが、アマチュア時代にも同コースで全米アマが開かれ、その時フィッツパトリックが優勝しています。その時のホームステイ先に今年も宿泊したそうなんですが、すごい巡り合わせですよね。 PGA では1勝目だったんですが、ヨーロッパでは7勝も挙げているすごい選手です。175センチとそこまで大きくないですが、ダイナミックなスイングスタイルです。スタッツ的にはなぜこれまで勝てなかったんだというね感じです。軒並み好成績を残しており、ここには載せていませんが、ストロークゲインドを全て足したスタッツとしてストロークゲインドトータルというものがあるんですが、そのスタッツでは2位、データ上だけではですね、全選手の中で2番目にすごい選手と言ってもいいかもしれません。特にストロークゲインドアラウンドザグリーンでは3位につけており、フィッツパトリックは短い距離の場合クロスハンドでウェッジを握るのが特徴的です。なんか会う人にはかなりいいみたいですけど、私はちょっと無理でした。皆さんもちょっとねぜひ試してみてください。メジャータイトル連勝なるか注目です。3人目はトミー・フリートウッド。現在世界ランク35位、 FedEx カップランキング58位のこちらもイングランド出身の選手です。やっぱり全英オープンはイギリス各地で開催されているので、ヨーロッパの選手が有利なんですよね。その中でも期待しているのがこのフリートウッドで、ドローを得意とし風に強い球を打てる選手だからです。意外にも PGA でまだ勝利がありません。今季はトップ10も多く、平均的な順位も高いんですが、なかなか優勝争いに絡んでこれていない印象です。 PGA ツアーのスタッツですが、ショートゲームで好成績を残しています。スタッツだけ見ると全然悪くないんですけどね。全米オープンに引き続きイングランド出身選手が勝つような気がしたので今回選出しました。4人目はトーマス・ピータース。現在世界ランク34位、ヨーロピアンツアーの賞金ランク5位のベルギー出身の選手です。ヨーロピアンツアーを主戦場としているので、あまりご存知ない方も多いと思います。196センチもあり、かなり身長が高いんですが、その大きな手足をスムーズに動かし、非常に綺麗なスイングをします。何年か前に私も初めて見て、すごくいい選手だなぁと思って以来ずっと注目していました。 PGA にはね、本人があまり興味がないというか、たまにしか出ないですので目にする機会が少ないです。ちょっと最近の彼をしっかり見ているわけではありませんので、わからない部分もあるんですが、以前見た時はちょっと切れやすいというか、ヨーロッパの選手では多い短期タイプです。そのあたりのメンタルコントロールができれば、ラームみたいにすごい選手になるんじゃないかなと思ってます。ラームもね、昔はいつも切れてましたし、スタッツは出場試合数が少ないためデータなしとしました。今シーズンはヨーロピアンツアーで2勝、トップ10も複数回とかなり期待できます。ぜひ注目してみてください。最後はキャメロン・スミス。現在世界ランク6位、 FedEx カップランキングも7位のオーストラリア出身の選手です。今季はセントリートーナメントオブチャンピオンズとザ・プレイヤーズ選手権で優勝。印象的には今シーズンから飛躍したなぁという選手です。安定感や充実度はインターナショナルチームで一番かもしれません。もちろん松山選手もすごいですけどね。
武器は何といってもパッティングで、短いのから長いのまで本当にうまいです。それに加えてショット力が安定したので今年の成績につながっていると思います。唯一ですね、ドライバーの貢献度が悪く、あまり飛ばない上に曲がるというあまりよろしくないパターンです。まあ飛ばないと言っても300近く行ってるんですが、今は300超えが普通なのでこうなってます。先週のスコティッシュオープンでも10位でフィニッシュするなど調整も十分。個人的なことを言えば、今年はインターナショナルチームのメジャー優勝者がいないのでかなり期待しています。ほんとね、今回は迷いました。他にも全員に強いスピースとか、先週優勝したシャウフェレ、あとキャントレーとかたくさんいたんですけど、今回はこれでいきます。それでは公式のパワーランキングを見ていきましょう。ローリー・マキロイが1位予想。2014年に同大会を制覇し、それ以降の大会でも3回トップ5と相性の良さから選出されています。5位にはザンダー・シャウフェレ、トラベラーズチャンピオンシップ、ジェネシス・スコティッシュオープンと2連勝で最も勢いがあります。しかもですね、タイガー・ウッズやマキロイも参加していたツアー外競技 JP マクマナスプロアマでも優勝したそうですね。それを含めると実質3連勝。春先のシェフラーの再現なるかというところです。ディフェンディングチャンピオンのコリン・モリカワが8位予想ですが、最近の調子が今一つなのでどうかなと思います。松山選手は残念ながらランク外でした。先週もね、予選落ちだったのがちょっと響いてますかね。でもね、期待は十分にできると思います。それでは最後に今週の見どころ。名門セントアンドリュースを制し、第150回目の優勝者となるのは、私もねずっと見たかったんですよね、セントアンドリュース。これまで映像では色々見たんですが、リアルタイムで観戦するのは初めてです。比較的スコアの出るコースですが、風がねどうなるかっていうところですね。全英は天候の運が非常に大きい大会ですからね。優勝予想はズバリキャメロン・スミスです。日本人選手6人の活躍、もちろん松山選手には優勝、そして他5人の選手にはとりあえずね予選通過できるよう願っています。全米オープンでは松山選手以外全員予選落ちというね悔しい現実もありましたので、日本勢としてねなんとか頑張ってほしいです。今年最後のメジャー戦ですので、現地同様盛り上がっていきましょう。今週のニュースやトピックスはまとめて木曜日に配信予定です。興味がある方はぜひそちらもご覧ください。この動画が面白かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をすれば毎週ゴルフ情報を手軽にチェックできますよ。それではまた次回お会いしましょう。